なんでしょうね。あ、じいちゃん一人いる。おう、こんなところにお客さんとは珍しいの。よし、いいことを教えてやろう。世界中に散らばっている伝説の4つの武具。ほう。を集めたものは神の城に行けるという話じゃ。とりあえず南の海に浮かぶ島の階段。あー、オッケー、あざっす。これはありがたい情報。これでまた下の世界に戻る感じだよね、多分ね。オッケーオッケー。よし。南ね、オッケー。あざーす。ここか。南に行けて、特に、これは？これは、あれ？これ、あれじゃない？やっぱり、木こりのおっさん？元気そうで何より黙る旅を続けているのか、風の噂で魔王が倒されたなんて話も聞くが、そんなことはわしには関係ないぜ。いつものように気を切るだけさ。あ、やっぱり？これ、東に行くとダーマ神殿の方に行くみたいな。だっけ？だよね。あれ？南の、え、ちょっと待って、もう一回ちょっとじいさんのとこ行ってもいいかい？もう一回じいさんのとこ行ってちょっと話聞いてくるわ。いやでもこいつらと戦ってもさ、ダメなんだよね。経験値じゃねえ、なんか熟練度が上がらないからさ、戦うだけ無駄。時間の無駄です。ちょっと待って、南に行けって言って、南の海に浮かぶ島の階段。海に浮かぶ島の階段。島？はいはい。南に浮かぶ、あー、この大陸を一回またがなきゃダメなのか？この大陸一回またがなきゃダメなのかね。一回またいでの南下していく形、こういう感じかだな。そうそう、こっからね、こう渡っていったんじゃなかったっけ、ダーマ神殿の方に。で、ダーマ神殿着いたら大穴が開いてたっていうことだっしゃろ。で、これは無道の家だよね。無道の家。OKOK。思い出してきました。マリンスライム。これつらはさ、あれじゃない？熟練度上がるんじゃないか？ OK。よし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 。結構経験チームはもらったよ、これ。あざーす。ちょっと待てよ。この辺じゃね、この辺にが島々がこう、あるけど、この辺に階段あるんじゃないの？この辺の島々に。どうでしょうかね。ねえな。あれ？ねえな。ないっすね。あれ？ここじゃないのか？あった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 。これだ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 。でもあのじいさんにはじゃあこの階段見えてたのか。まあいいや。はい、どうもこんばんは、いらっしゃい。あのじいさんきっと心がピュアなんでしょうね。心がピュアでね、ないとこの階段は見えないから。よし。雲の巨人。はい、オッケー。ミレイユがね、ほんと早くちょっと魔法使い卒業させたいところだよね。これチャモロがさ、今度さ、また魔法使いになれば、今度またちょっとお荷物的な感じに、まあお荷物ってわけじゃないんだけど、 HP かなり低いところまで行っちゃう可能性があるな、これ。 OK、 まあしょうがねえか。いやだから主人公が早く遊びに卒業してくれたらバトルにね参加できるんだけど。シュウは
いやはやどうやら私はずっと眠ったままだったらしい。幸せの国があるという夢を見たまでは覚えているのだが、それから先は全く。ともかく旅の者たちには門を閉めたままで迷惑をかけてしまったな。開けておいたから自由に通ってよいぞ。だそうです。はい。だそうです。はい。幸せの国行ってたんだね、こいつね。はい。はい。じゃあ行きます。あ、ER。はここから先はホルストックの国だが、そこの王子様が何て言うか、まあ言ってみればわかるよ。ところであんた旅の人だね。ということはだ、あー宿屋たけたけたけよ、いいよ。 OK、 よし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 、はい、じゃあ、あ、村？村っぽいのあったね。町っていうより村だね、あれね。なんかいきなり見つけちゃったけど。行ってみようか。よし、ちょっとここらで主人公、遊び人卒業するまで口笛吹きたいところではあるけどな。ほい、はいはい。あら、旅の方、こんにちは。ホルコッタの村にようこそ。ホルコッタの村、はい。ほんと、クソもつくほどの田舎だな、これ。おう、あんたらいい体さしてるでねえか。どうだ？俺たちと一緒に畑さ、耕して、この村で暮らさねえか。嫌だよ、もう。はっはっは、気にすんでねえ、冗談だかな。はい、はい。ほう、今時の若い者にしては珍しい答えでねえか。したら、オラの養子にでもなるだか、いいえ。ああ、結局そういうことになるわけね。配偽者どうなんのこれ。はい。よしは決まった。今日からあんたらオラの子供だ。気張って働くだよ、なんて。ああ、結局こうなんのね。ヒヒン、ブルブルル。いや、でもこういうところでね、生活するのもいいもんですけどね。じいさまは以前はお城で王子のお世話係をしていたんじゃよ。じゃが体を壊してしまっての。なるほど。なるほどなるほど、そういうことね。満月草、こっちは、こっちは宿屋、あの樽なんかありそうですよね。よし、なんもない。いや、この国の王子様にはたまげたな。噂を聞いてわざわざ見に来た甲斐がありましたよ。はい、何がそうまたすごいのか、なんかあるでしょう。オッケー、小さなメダルちょっと袋入れるか。だいぶかさばってきたからね。袋袋袋袋と、よし、そしてそして、ちょっと待って、ルーラー登録されてる？あんまりクソ田舎だとね、ちょっと登録され、あ、間違った、間違った。されない場合があるからさ。あれ？登録されてない。やっぱそのパターンかよ、これ。そのパターンだわな。この村はのどかでいいですな。世界が平和になったことをしみじみと実感できますよ。さて、どっこいしょと人が来た。ああ、豆腐屋さん、よろず屋さん。うん、まあ、特にいいものねえな。しけてんな、おい。おいらはよ、畑耕し13年と、ザック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 。はい。もう、超ベテランって感じするけど、まだ13年か。こっちは？ああ、退屈だな。ホルス王子でもいいから遊びに来てくれないかな。遊びに来んのか、よく。王子様が。すげえな。小さなメダルいっぱいあるね。こっちは？はい。はい、なんもない。風の噂だ、霊毒上の王子が王の病気を治すため魔王の退治の旅に出たそうだな。その後のことは聞いてないが、なんとも勇ましく親思いの立派な王子だろうか。それに比べて我が国のホルス王子と来たら、晴れじゃ王様は大変だよ
評判悪いな。この国では王になる人は洗礼の儀式を受けなくてはならないのよ。あのフォルス王子にそれが受けられるかみんな心配して。そんなに大変な儀式なの？なんかめんどくさそうだなーっていうか、もうだいたい先読めてきた感じですよね、これね。ここで取れた作物はほとんどがホルストックの城へ売られていくんだよ。知るかい？この村から民衆に行ったところ。はい。あざーす。情報提供あざーす。わしはもともとホルストック城で働く兵士であったのだ。それなのにあの王子のせいで首に、いや、今更何も言うまい。あー、なんか問題ありなようですな、こりゃ。はい、おじいちゃん。水に映った自分の顔を見るたびに思うんじゃ。わしも老けたのう。まあね、時間ってのは待ったなしだからね。ここにいると心がうんとこさ、清らかになっていく気がするだべよ。だが、洗礼の洞窟の奥はこんなもんじゃねえらしいな。まあ、俺たち王族でもないものは入ることはできんけどよ。なるほど。じゃあちょっとそのお城行ってみようか。お城行って、まあ、ミッション聞いてきて、まあ、おそらくミッション課せられると思うから、まあ、大体予想つくけどね、どういうミッションか。それ課せられて、ちょっとそこで一区切りで終わろうか。西の方、あ、これだ。よし。はい、そしての、ホルストック城。ちなみにこれ、ルーラー登録されてるよね。ルーラ登録はされてる、オッケー。よし。ホルストック城へようこそ。なんかめんどくさそうなミッション課せられる気がするよね、これ。大旅の者が見ればなかなかの腕前のようだ。どうだ、もし暇ならば我が王と王子のために一つ働いてみないか。まあ、悔しいことは直接王から聞くと良いだろう。やっぱりね、って感じだけど。僕、ホルス兄ちゃん大好きだよ。一緒に遊んでくれるもの。まあ、子供たちには割と人気あるんだね。もう昼ご飯なら、まだと申し上げているでしょう。あら、これは失礼。てっきりホルス様だと。はい。大人は、なんか、評判悪いけど、子供たちは割と人気がある。うん。はい。うん、頼むよ、眠らせてくれよ。毎晩王子のカード遊びに付き合わされてまともに眠ってないんだよ。仕事にならんっていうことだよね。入れない。入れない。これ全部調べるのめんどくせえからさ、ちょっと、レミラーまで。あ、ないか。あの宝箱だけが反応したのは。地下行きますぜ。え？ダンジョンチックな。ダンジョンチックな感じだね。え、階段なんかいっぱいあるけど。お、じいさん。いざという時にはここを通って城から脱出するんじゃ。まあ今時と、今も時々王子が脱出に使っとるがな。あれか。逃げてんのか。賢さ。ミレイユあたりに使わせる？ミレイユチャモロ、このあたりだよな。はい、こっちに行くと、あーはあはあはあ、なるほどね。あ、階段がいっぱいあるね。ちょっと迷いそうな。あー、外出た。俺思うんだけどさ、普通の人間だったら魔物の住む洞窟になんて恐ろしくていけないよ。なんのこっちゃ？なんの話？ああ、なるほど。こう通じてるわけね。オッケーオッケー。じゃあこっちは？こっちは？どうよ。お、お、お、いたいた、こいつじゃない？なんだお前、なんだ君は、なんだ君はってかってな、もう。俺か、俺はこの城の王子、ホルス様でよく覚えておくんだぞ。はははは。なんだ君はってか。そうです、だ、そうです。私が、津軽人の変なおっさんです。
まあいずれこいつ絡みのミッションが来るっていうことだよな、これな。よし、じゃあ上行くか。はい、来た来た来た。もういきなり大の間、王にそそろないようにな。そりゃ当たり前、分かってますよ。もう旅の者がこの城を訪れるとは珍しい。まあゆっくりして行かれるがよい。よくぞ来た旅の者たちよ。わしがこの城の王ホルテンだ。して我が城に何か用か、もし特に用がないというなら我が願いを聞いても。まあはい、わかりました。うむ、そうかなくてはな。で、我が願いというのは他でもない息子のことなのだ。先日我が息子ホルスがめでたく15歳となった。我が王権には15歳になると城の南にある洗礼の洞窟に赴き、そこで洗礼を受けねばならぬというしきたりがあるのだ。実はすでに何度か洞窟に行かせたのだが、いずれも友をさせた兵士たちの力が足りず失敗に終わっておる。そこで厳しい旅の地を越えてきたそなたたちに頼みたい。洗礼の洞窟に向かう我が息子ホルスのお供をしてもらいたいのだ。どうだ、やってくれるか。あー、めんどくせえけどやるしかねえなこれな。うむ、やってくれるか。よし、大臣早速ホルスを呼んでくるのだ。めんどくせえなおい、行きたくねえな。その人たち、もう旅は長いのかな。よければ旅の目的などを話し、まあいいでしょう。ほほ、自分探しとまだ残っている魔物どもの退場しながら旅をしておるのか。それはなかなか関心なことだな。ちょっとめちゃくちゃ端折って説明したみたいだねこれね。おお、またしてもホルス様が。まさかいないと申すか。はい、今城の者たちに探させておりますが。うーむ、あやつのことだ。きっとこの城の中のどこかにいると思うのだが。そなたたちもホルスを、めんどくせえ。もし見つけたらここへ連れてくるように頼んだぞ。めんどくせえなこれ。中にはホルスのことを悪く言う者もいます。しかしホルスには私たちの、ホルスは私たちの息子。まあどうあれいずれきっと立派な王になることでしょう。まあ今のうちに恩を売っていくってのもありかもしれんな。はい、バカ兵士長みたいな感じ。おお、君君すまんが、ホルスお嬢見なかったかね。剣の稽古の時間だというのに王子のサボり娘、困ったものだ。なるほど、王様も楽じゃないね、いろいろやってね。おお、勇ましき王子、その名はホルス。もう勉強とかたくさんやんね、やらされるんでしょうね。高級付きの詩人とはいえ、嘘を歌いそうな辛いです。ああ、なかなかやっぱ評判良くねえな。まあ、しょうがない。カツ入れてやるか。聞いたわ、ホルス王子ったらまたいなくなったんでしょ。きっと洗礼の洞窟に行く、洞窟に連れて行かれるのが嫌で隠れたんだと思うわ。まあね、嫌だよね、そりゃね。俺はもう王子のお供をするのはごめんだね。ホルス王子、いや、この部屋には来てないぞ。さっきのあれじゃない、あのジジイのところじゃない、脱出がどうこうとか言ってたけど、多分そこじゃない。てかそこぐらいしか思い浮かばないよな。ちょ、間違った間違った。こっちこっちこっち、それぐらいしか思い浮かばんよ。じいちゃん見てない？寝てる。ほら、そういうことでしょ。寝てる間にここをこうすり抜けていったみたいな、そういう感じ。あ、いない。いないぞ。ちょっとわからんね。わからんな。なんか、さっきと違う。おい、ホルス王子、やっぱり壺の中にはいないようです。まあ、壺の中にはいない。めんどくせえ、これ。ちょっと待って。あれ？これ、僕昔、やってるはずなんだけどな。あれ？どこだ？わからん。ちょっと待って、落ち着け、落ち着け。落ち着けよ。どっかにいないか？いやー、ちょっと待って、ちょっと待って。これはめんどくさい。非常にめんどくさい。こっ
ちが王子の部屋だよね。遊んでもらおうって来たのに、ホル掃除どこ行ったのかな。うん、僕ホル掃除をよくかくれんぼして遊ぶんだよ。僕はこの前樽の中に隠れてた、その手があったかってすごく感心していたよ。これ樽の中にいるってことか。あれ、これやってるはずなんだけどな、僕過去に記憶がないな、この辺は。樽の中にレミラーマに反応するかな。葉の下。ここだ。うるさいな、入ってるよ。ああ、よかった。ああ、ちくしょう、つい喋っちゃったよ。見つかっちゃったら仕方ない。先に親父のとこへ行ってるからな。本当は嫌だけど。ちょっと待って、お前本当に行く？ちゃんと。大丈夫？行った？ちゃんと行った？これ。ああ、行ったみたいね。よし。はい。王はもう捨て間をかけさせてすまなかった。ホルスはずっと庭の花の手入れを。嘘つけこの野郎、てめえ。ご苦労だったなホルス。さて我が息子ホルスよ、その後は王位を継ぐ者として洗礼の儀式に旅立たねばならぬ。その旅は辛いものとなるであろう。しかし案ずるな、この者たちがお前の旅の共にと願い出てくれた。さあ行くのだホルス、我が息子よ。お前なら必ずやこの試練を乗り越えてくれると父は信じておるぞ。はい父上、行ってまいります。さあしっかりついてこいよ。アモスというのか。行くぞアモス。はい、行くか。じゃあ行ってらっしゃいませ王子。ホルス王子万歳。うわー慢性って感じで、ちょっとこれ大丈夫これ。悪いな、ちょっと忘れ。うわ来た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 、これここで待っててくれよ、すぐ戻るからさ。いやもう絶対これいないでしょうよ。もうこのパターンめんどくせえなこれ。これいる部屋に。どうよ。あいいない。めんどくせえなこれ。脱出用だからここ使ってんじゃないのこのルート。じいちゃん見てない？見てないか。ここいるんじゃねえのここ。はい、ほらいた。もう分かってるんだよ。あーやだな、またあの薄暗い洞窟に行くのか。でも洗礼を受けないと親父の後を継げないし、で魔物に会うのも嫌だし。あーまた見つかったか。人を見つけるのがうまいやつだなアモスは。分かった分かったよ、行くよ行きますよ。行けばいいんでしょ、行けば。ちぇ、もう逆ギレしてねこいつ。逆ギレ。いや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 、こっちついでってあげるって言ってんのにさ、逆ギレすんだよなお前この野郎。まあいいや。まあじゃあとりあえず、まあまたこっから続けると長引きそうなので、一旦ここで切るか。あ、ちょっと待って、セーブってこっちじゃないとダメなのか。てかその洗礼の何洞窟みたいな、それってどこにあんのかな。あれちゃんと場所聞いた？ちょっと待って、ちゃんと場所聞いてねえぞ。まあまあいいや、いいや、終わろ。はい、お盆休みもね終わってまた仕事モードになりますからね。ここ。よーし。というわけで、じゃあ今回はこれで終了。次回はこの、洗礼の儀式、のミッションね、こなしていく形になります。そんな感じかな。もう、この辺もね、だいぶ職業上がってきたからさ。まあ、次回あたりは、どうだろう。転職でこう、いければいいんだけどね。うん。まあ、楽しみっちゃ楽しみ。OK。よし。スライムもね、育成していくから楽しみです。よし。じゃあ、今回これで終了。ここまでご視聴ありがとうございました。
おやすみなさい。